日本に襲来した元軍は謎の撤退をして戻っていきました。日本に大打撃を与えが今戻りました。大打撃、逃げ帰ったのではあるまいな。軍船などかなりの数を失ったらしいが。とんでもありません。損失は悪天候などによるもの。こちらの大戦果は疑いありませぬ。その証拠に捕虜とした日本人の子供男女200人を献上いたします。ふむ、では日本に使者を使わし降伏勧告をいたそう。もう力の違いは分かったであろうからの。元軍が撤退してから約半年後、元からの使者が幕府にやってきました。先の戦いで力の差は分かったはず。潔く降伏されよ。何を意味不明なことを言っておるのか。撤退し逃げた元軍から降伏勧告などありえぬ。大方使者を装ってこの国の内情を探るスパイが目的であろう。我が国を侵略し、あまたの人を殺戮し、捕虜として拉致し、略奪し、対馬や壱岐での虐殺や拉致の蛮行を詫びるどころか、降伏勧告とはの。この者らの首をはねよ。我が国の民を虐殺し、拉致し、略奪しておいて、死者が無事に帰れる道理などない。元の使者たちは斬首された。守っていては我が国に被害が出るばかり。人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、だは敵なりの名言を残した武田信玄は、自らの領地領民を守るためにも戦争は領地の外でしたとか。こたびはこちらから攻めるべきであろう。小児常助に現高麗の攻撃準備をさせよ。小児常助のもとで遠征計画は進められたようですが、この話は途中でなくなったようです。計画に無理があると判断したのかもしれません。元への攻撃計画は中止されましたが、防衛力の強化は実施され、異国警護番役が強化され、博多を中心とする筑前の沿岸一帯に上陸を阻むための石塁が築かれました。この頃、元は南宋を滅ぼしました。そして、再び降伏勧告の使者を鎌倉幕府に送りました。ですが、時宗はこの使者も斬首しました。もはや許さぬ。こたびは高麗に加えて南宋の江南軍も合わせ、大軍でひねりつぶしてくれる。1281年、弘安4年、現高麗を中心とした東路軍約5万人と、旧南宋軍を主力とした江南軍約10万人、両軍の合計約15万人の大軍が日本に襲来した。
東路軍が先行して対馬に襲来、日本側は激しく抵抗するも、前回同様の惨事が繰り返されたようです。さらに東路軍は壱岐に襲来しました。この時、江南軍はまだ到着しておらず、東路軍が博多湾に襲来しました。石類か、対馬のものより聞いておる。多様なもので我らの攻撃は防げぬ。かかれー。このヒンドゥーなる人物は不純と同一人物説もある方なので、同じキャラを使用させていただきます。別人なのかは服主もよくわかりませんでした。東路軍は上陸を試みるも、石類に阻まれ、石類の間を突破しようとするも、弓矢で撃たれたと思われます。ひとまず戦場に逃げよ。元軍はひとまず上陸を諦め、船に退避した。そして夜になり、夜襲いたす。火を放て。かかれさらに、伊予の御家人、河野道有も、わしも出る。わしらが良い道となったわ。かかれこのままでは危ない。鹿の島に攻撃を絞り、ここを集中して攻撃いたせ。ちなみに、この鹿の島は、漢の和の名の国王と刻まれた古代の金印が見つかったことでも有名なところです。鹿の島に上陸、占領し、
鹿の島周辺を軍船の停泊地とした。よし、ここを拠点として攻め込むのだ。の島に続く海の中道で激戦となったようですが、それ以上に援軍が進むことはできませんでした。よし、今度は我ら幕府軍が攻め込む番だ。鎌倉幕府軍は海の中道と海から鹿の島の奪回をすべく攻撃を仕掛けました。兵糧は残り少なく、連日の暑さで病人も多数出ておる。この鹿の島は放棄して壱岐へ行くぞ。そこで遅れておる江南軍と合流して出直しじゃ。軍は博多湾から撤退して壱岐へと去りました。そして約10万人の江南軍と合流して再び攻め込もうとするのですが、そのお話は次回にて。